米大リーグアストロズ3、2レイズ、普通日米テキサス州ヒューストンミニッツメイドパーク、写真、マウンドでいい表情。菊池雄星ブルージェイズからアストロズにトレードされた菊池雄星投手が2日、日本時間3日、本拠のレイズ戦に移籍初登板。初回ディアスに2塁打、カールソンに2ラン本塁打を浴びた。しかし、その後は立ち直り、 3回1死から5回まで日本人最多タイになるとともに、9団体の8連続奪三振を記録した。2対2の同点で迎えた6回先頭のディアスを歩かせて記録はストップしたが、続くカールソンを11個目の三振。しかし、2アウトゴモレルを歩かせて95球で降板。地元ファンの大歓声の中、ベンチに消えた。5回3分の2を3安打11奪三振。 3死球で2失点。防御率は4、67となった。メジャーの1試合最多連続脱三振記録は10だが、日本人投手では2019年9月17日レッズ戦でカブス時代のダルビッシュ有。2020年8月18日ブルワーズ戦でツインズ時代の前田健太がそれぞれ8連続脱三振をやっており、菊池が3人目。左腕では初めてとなった。 試合は菊池の力投で2対2の同点をキープ。7回にアストロズがディアスの二塁打で勝ち越して逃げ切り、菊池戦列デビュー試合を勝利で飾った。